皆さんこんにちは。今日はサフラン栽培の第3回目について紹介をしていきたいと思います。だいぶ更新が空いてしまったんですけれども、サフラン12月にプランターの方に植え替えを行いました。今はですね、こんな感じになってます。葉が、生い茂っていると言うんでしょうか、去年に比べてたくさん葉が出てきてます。ボサボサになってるんですけれども、一応ですね、植え替えが完了してます。で、これはですね、プランターに植え替えたんですけれども、こんな感じのプランター、50センチから60センチぐらいあるプランターですね。これに球根を10個植えました。はい。で、ここ見るとね、わかるかなと思うんですけれども、肥料をやってます。で、サフラン栽培の育て方なんですけれども、プランターに植え替えをやった後は、1月から2月に1回だけ追肥をすればいいそうです。なので、この固形の肥料を、私はやってます。こちらです。この固形の肥料は、置くだけの肥料で簡単ということで、プロミックっていう肥料になります。いろんな植物にね、使えるみたいです。植物とか花をですね、主に仕事にされてる方に、教えてもらった肥料になりますので、意外とおすすめみたいです。肥料どんなの使っていいのかわかんないなっていう人は、ぜひこのプロミックを使ってみてください。で、こちらに使ってる土はですね、普通の、園芸店とかで売ってる野菜と花の培養土になりますので、野菜と花の培養土を購入して、1つ購入すればいいかなと思いますので、その袋をですね、購入して、植え替えを行いました。今2月末でもうすぐ3月になるんですけれども、3月にはですね、もっともっとこの葉がですね、緑になり、元気な葉が2、30センチぐらい生い茂ってくるそうですので、ですね、まあ様子を見ていきたいと思います。4月頃になると葉が枯れてくるそうです。そして5月になると葉が3分の2ぐらい枯れてきた時に、ゴールデンウィーク前後にこの球根をですね、掘り上げます。今10個の球根を植えてるんですけれども、これが20個に増えているそうです。うまくいけばですね、1個の球根が2倍に増えているのを楽しみに待ちたいと思います。そしてこの後ですね、掘り上げたら茎の長さは1センチぐらいにハサミで切ります。根っこはそのままつけてもいいそうです。2、3日直射日光に当てて十分乾燥させますっていうような感じで、これからね、栽培を楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで今回はサフラン栽培についてその3ということで紹介をしてきました。このチャンネルでは園芸に役立つ情報とか園芸療法に関する情報を、随時更新していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。